何か苦言を言っているわけではないのですが、やっぱり、使えない人がいるという。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回お話しすることは、言葉のチョイスを間違えるともしかしたらまた少し物理を呼んでしまうことかもしれませんが、もっと広い視野で、見てほしいな、考えてほしいなという思いからお話しさせていただきます。例を2つ挙げて説明しますが、世の中が変わっていく中で、やっぱり健常者が思う使いやすいが優先的に出てくるよなということを私は感じました。どういうことかというと、コロナ禍で、手を消毒しましょうということになった時に、多くの店舗さんの前に消毒液が設置されました。一番初めはポップ式のものが多かったのですが、ここ最近は足踏み式をよく見るようになりました。確かにポンプ式って、ここの手の部分が菌があった場合そこに触れてしまうので、足踏み式ってすごく画期的だなというふうに思ったんですが、いざ私が目の前にして使おうかなとこうちょっと思った時に、あれ足踏み式ってタイヤが踏めないじゃんって思ったんですね。自分で予防意識を持つことが大切なので、自分で自分の消毒液を使っていますし、足踏み式を置いている店舗さんに対して何か苦言を言っているわけではないのですが、やっぱり、使えない人がいるということを知ってもらえたら嬉しいです。この消毒液のことを私は山形県の地元の YBC ラジオさんにこうちょっとだけコーナーを持たせていただいているんですが、そこでお話をしたところ、県内企業の MSD さんというところから連絡をいただきまして、うちではこういう製品を作っているのでぜひ試してほしいということで、わざわざお家まで来ていただいてその製品を持ってきていただきました。それがこちらなんですが、センサーがありまして、手をかざすだけで次亜塩素酸がこう噴射してくるというものになります。次亜塩素酸なので、体に浴びても何の問題もないですし、体に浴びることで逆に全体が消毒できたりするということがあってとてもいいんですけども、これだとセンサーなので手をかざすだけで出てきますし、なおかつポンプ式って、肩麻痺の人とかは押せないので、このセンサーであれば肩麻痺の人であったり、切断の人であったり、両手を使わなくても足を使わなくても消毒できるので、とても素晴らしい製品だなというふうに私は思いました。先ほども言ったように、自分自身で予防することが大切っていうのは大前提であるんですが、このように本当の意味でいろいろな人が使える製品が生まれてくるっていうことは大切なんだなというふうに改めて思いました。同じように最近セルフレジが大手の店舗さんに増えてきました。このことはニュースにもなって、すでにスタッフを常駐させるというような改善をしている店舗さんもありますが、本当に車椅子の高さだとパネルが見えないですし、お金を入れるところっていうのも届かないものが多いです。これはセルフレジだけではなく、 ATM やコンビニにあるコピー機も同じように、タッチパネルっていうものがすごく見づらいです。いろんなことが簡易的に、そしてシステム化されていく中で、なんか車椅子ユーザーって置いてけぼり感あるんじゃないかなと、まだ車椅子になって2年の生活ですが強く感じました。こういうことって私自身も健常者の時にやっぱり見えてないというか、見える術がない、知る状況にもなかったし、そんなことを思いもしなかったっていうのがありました。
まあ、それってやっぱり当事者じゃないと気づかないっていう部分があるので、こう気づかないことが悪いわけではなくて、やっぱそこを気づけるような工夫というか、そういう意見が取り入れれるような環境づくりっていうのがもっともっと大切なんじゃないかなというふうに思います。いろんな製品やシステム化がされていくことってとてもいいことだと思いますし、大切なことだとも思いますが、健常者だけが生きている世界ではない。いろんな障害を持った人たちが自立して、しかもちゃんと一人で生きている、行動しているっていうことを知ってもらいたいですし、私ももっともっと知ってもらうようにいい活動しなくてはいけないなというふうに思っています。もし、何か今開発に携わっている方がいるのであれば、そういった視野も持っていただきたいですし、今店舗に足踏み式の消毒液しかないなというところは、今回動画でお話しした会社さんのでもいいですしPR みたいセンサー式のね、ああいうのもあったりしますので、そちらを設置していただけたら嬉しいなという思いもあります。はい、こんな感じで言葉のチョイスは間違っていなかったでしょうか。でも本当に、知るきっかけ、触れるきっかけがないと気づけないことってたくさんあると思いますので、これからも発信を頑張っていきたいと思います。なので皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、ということで、この今日の動画が役に立った、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。